はい、こんにちは、カズボです。妖怪や地方を続きやっていきたいと思います。ですね、今8章まで来まして、キークエストと他にね、普通のクエストがあるんですけど、なんか面白そうなクエストがあるので全部やっていこうかなと思います。ゲゲゲの鬼太郎とかいいんですよね。それもそうだし、だけどここからやっていこうかなと思います。順番的にね、まあレベル的にはここ一番低いんだろうけど、まあやることになると思います。過去の桜本町で妖怪探偵団の待ってる人がいるらしい。昼の間に高城邸の前に行ってみよう。これやろう。高城邸だって山んばいたとこだね。まあできれば3つできればいいかなと思うんですけど、どうなんだろうね。あ、いた。シン、必要と思ってこれ持ってきたら。そうだ、チャリンコないわ。あ、俺の自転車ありがとう。タイでもちょっと問題があって。問題？何が問題なの？実は長く使ってなかったせいか、チェーンが錆びついて動かなくなってて。ああ、確かに、ずっと外に置いといたからね。なんとか錆を落としたいんだけど、シン手伝ってくれる？まあシンを鍛えるっていうやつね。もちろん、そもそも自分の自転車だし、用意してくれただけでも十分なのに、修理までしてもらったらバチが当たっちゃうよ。うん、二人で自転車を動かせるように頑張ろ。とは言ったけど、自転車の錆ってどう直せばいいのかな。まずはよろず屋にでも行ってみる。もしかしたら錆落としが売ってるかも。あ、そうだね、ちょっとよろず屋を見てくるよ。よろず屋すぐ近くだね。チャリンコがなくてもこれで、ね、はい。自転車に使える錆落としって売ってますか？ああ、自転車の錆落としか。残念だけどこの店では扱ってなくてね。そうですか。どうしようかな。ここら辺の店じゃどこにも売ってなさそうだし、いっそのこと自分で作った方が早かったりして、なんつってな。自分で作る、俺たちでも簡単に作れるものなのかな。タイなら物知りそうだし、何か知らないか聞いてみよう。あれもしかして真に受けてる？なんとか頑張ってみます。おう、なんだかわからないけど頑張ってな。あ、どうだった？残念だけどよろず屋に錆落としは売ってなかったよ。そっか、どうしようか。よろず屋のおじさんが言ってたんだけど、錆落としくらい俺たちで作れないかなって。作れないにしても他のもので代用するとか、何か方法ないかな。そんな簡単に作ったり代用したりなんか。あ、いや、できるかも。え、本当に？どうすればいいの？今思い出したんだけど、有法師家に伝わる知恵でこんなものがあってね。3種類のヌメヌメした妖怪が力を合わせるとね、どんな汚れも落とすことができるんだって。3種類の妖怪とヌメヌメした妖怪か。どんな汚れも落とすって？もしかしたらその力で自転車のサビも落とすことができるんじゃないかな。そんなにうまくいくのかな。汚れとサビってなんか違う気がするし。まあまあ、物は試したからやってみようよ。分かったよ。とりあえずその妖怪たちを連れてくればいいんだよね。はい、なんだヌメヌメした妖怪って。はい、あ、差がいないみたい。え、なんだ3種類って。ん？メカブちゃん、これか。メカブちゃん、ワカメくん、昆布さんだ。どれかいたな。素敵。はい、この3種類ですね。まあ、一番いいやつ、ゆらゆらごって。これ持っていけばいいんでしょう。はい、まあこれでもう上がっていくもんね。昆布さん、運命の出会いを。パーティーに入れなくちゃダメなのかな。素敵な出会いがありますように。まあ、いけんね。宝剣殿にね、いっぱい昆布いますね。昆布とかワカメとか、それいたなと思って。はい。本当にさすが。それじゃあ早速見せてくれる？3種類のヌメヌメした妖怪といえば、この妖怪のことかな。僕たちに何か言おうかな。イエイ。きっとこの子たちのことだよ。どうやら僕たちの力が必要みたいですね。久しぶりに一肌脱ごうかしら。もしかして海藻のヌメヌメでサビを落とそうとしてる？ん？もちろんそうだけど。いやいやいや、さすがにそんなんでサビが落ちるわけ。僕たちにお任せ。こっからは瞬き禁止だぜ。あ、やる気満々みたい。じゃあお願いね。え、ちょ、生臭くなるって。ストップストップ、みんな行くぜ。本当に落ちんのこれ。ほう。俺の自転車が、生臭い。
大丈夫大丈夫、何事も気の持ちよう、強く洗えばなんとかなるって。あ、動くようになったよ。え、今ので本当にサビが落ちたの？じゃあ最後にささっと拭いてと。おお、新品みたいに動くようになったよ。おお、レトロな自転車。よし、これでチャリンコ乗っていけるね。よかったね、シン。この子たちにも感謝しないと。これぐらい朝飯しました。お礼はいらないぜ。イエーイ。うん、ありがとう。大事にするよ。はい。あと2つできればやりたいけど。ウスタからの挑戦、さらば有能羊。これも高城邸だ。この中だね。トレビアン、なんとあなたの妖怪ウォッチ見違えるように強くなっていますね。今のあなたなら達成できるかもしれませんね。どうです？ここは腕試しというのは、腕試し？もちろん簡単ではないですが、もし達成すればさらなる高めへ行けるでしょう。どうします？このウスタからの挑戦、受けて立つ覚悟はありますか？ランク上がんのこれ。そんなことないよね。よし、なんだかよくわからないけど受けて立つよ。トレビアーン。よろしい、では始めるとしましょう。このウスタからの最終試練を。一体何が始まるの？今からあなた方に行っていただく試練、それはこの町に隠れる私を見つけられるか、かくれんぼ対決です。え、ただのかくれんぼ？ただのかくれんぼではありませんよ。このウスタが本気で隠れるんですから。ルールは簡単。私は室内以外のこの町のどこかに隠れるようです。そして私に化けた妖怪の皆様がこの町に至るところに現れます。偽物がいるってこと？まあそんな身構えずに、偽物といってもあなたたちが見破る力はあるではないですか。ゲームを盛り上げるためにオーディエンスくらいに思っていてください。3回見つけられたらあなた方の勝利ですよ。それでは行きますよ。用意始め。マジかよ。チャリンコ取ったから、まあでもケータだもんね、今ね。お、おお、おお。戦えんのこれ。マネマネ。ああ、残念賞プレゼント。ああ、なるほど。まあとりあえず本物見つかるまでやりましょうか。何かしらもらえるみたいね。あ、本物じゃんこれ。あ、ウスタさん見つけた。お見事っす。さすがに簡単すぎましたね。ですが、かくれんぼはあと2回。次はレベルアップしますよ。マジ？いた。これそうだろ。本物だ。うすたさん、見つけた。おや、さすがでうっすね。ここも見つかってしまうとは。さて、かくれんぼ対決の命運をかけたラスト1回参りますよ。こんなとこにいんのかい。おう、あれ、クマとかがいる。もしかして俺タイムスリップしちゃったのか。なう、これからどうすればいいんだ。あ、ポケットにグミが入ってるのを思い出した。ラッキー、俺って最高についてるぜ。え、何？うわ、マジか。Yeah.
らねえ。ああ、そういうことか。いましたね、ここだね。ウサさん見っけた。やはやブラボーです。これで見事試練を達成できましたね。きっとあなた自身も成長していることでしょう。何か変化を感じませんか。いや、特に強いて言えば走り疲れたって感じかな。でもなんか楽しかったよ。ありがとうウサさん。それは結構なことで、さてお屋敷で休憩しましょうか。うん、まあいろいろね、おかげさまでアイテム拾いましたね。かくれんぼなんて久しぶりだからなんだか楽しかったね。意外と夢中になっちゃったよ。たまにはこういうのもいいでしょう。それにしても見事な隠れプリでしたね。私は諦めて完璧いたしました。え、本当でうっす。昔何かやってました。あなた方の見つけプリもとても華麗でしたよ。いやいや、あなたこそ。いやいや、あなたこそ。お互い称え合ってね、成長していくっていうね。また始まったよ。これ長いんだよね。おやおや。しかし実際のところお二人のうちどちらが優秀なんでしょうね。まあまあどちらも優秀なのは間違いないですが、どちらかというと私でしょうね。いやいや、どちらも優秀なのは否定しませんが、過去の自分に遅れは取りませんよ。ちょっと、いや、どう考えても私でしょうが。なあ、何言っちゃってるんですか、この青唇。なあ、このキモヘア。グヌのこの青唇、このホラーフェイス、この青唇、青唇、青唇、青唇。ちょっとやめなよ、二人とも。そうだよ、どっちも変わんないって。こうなったらどちらが優秀か、出自か、我が主に決めてもらいましょうか。え？なんと！さあ、始まりました。第1回、どっちの出自が好きやねん選手権。はあ。あなたはどっちの出自を選ぶ？レッツシンキングタイム。マジで。ウスダさん、ほう、おう、じゃあいつものウィスパーで。はい、バトルだとお手伝いしちゃいます。だから私を選んでください。本当だろうな。え、本当でウィスか。本当の本当でウィスか。やっと私が選ばれた。信じてましたよ。やっぱり私たちの絆は永遠でウィス。マジで。どっちかしか選べないのこれって。あ、何なのこれ。正直どっちでもいいんですけど。うむむむ。まあまあ二人ともそういがみ合わないでください。私は今回の一件でしかと見ておりました。お二人の間で揺れる主の心、そして真の絆を。結果がどちらにせよ、お二人が主にとって欠かせない存在というのは事実なのですよ。確かにそうですね。私たちなんと小さいことで争ってたんでしょう。分かってくださればいいのですよ。分かってくだされば。マジか。これからも私たちの力で主を支えていこうではありませんか。これどっちかしか入んないんかな。ちょっと、なんでいい話みたいな感じになってるの。元はといえば宇佐さんの一言が原因でしょ。さっきまでノリノリで仕切ってたじゃない。さてはははははということで、いいかなこれは。これでじゃあ鬼太郎やろう。鬼太郎、霞台で困ってる人がいるようだ。話を聞き公園に行ってみよう。ああ、いた。君。ねえ、もしかして落とし物しちゃったの？よかったら私も探そう、手伝うよ。あ、いや、別にそういうのじゃ。ん？妖怪？妖怪と一緒に行動してるなんて、君たち一体何者だ？え、君も妖怪が見えるの？妖怪ウォッチ持ってなさそうだけど。妖怪ウォッチ、なるほど。そういう道具を使って君たちは妖怪の姿を見ることができるのか。僕は鬼太郎。
妖怪に近い存在くらいに思ってくれていい。なるほど。なるほど。それなら妖怪も見ゲゲゲゲ。ちょっと。ウィスパー、変わった驚き方しないでくれる？おお。人間界に最も古くから存在すると言われている幽霊族最後の一人で、妖怪ポストを通じていろいろと、人々の悩みを聞き、助けを必要としている者に手を差し伸べているという、いろいろとって書いてなかったんだ。キタロウさんでウィスカそうなんだ、ちょっと私たちと似てるね。似ている？俺たちも妖怪探偵団として妖怪が関係している怪奇案件を調べてるんだ。そうか、それなら父さんを見たかもしれないな。父さんってキタロウさんの？ああ、父さんを探していて、この町に住んでる人からの情報が欲しかったんだ。少し話を聞いてもいいかい？はい。メダバンボースマスクの場合いる。もちろん、俺たちが知っていることなら何でも答えるよ。ありがとう。お父さんを探しているって言ったけど、この町に今いるってことだよね。ああ、父さんの容器の反応があったんだ。あちこち移動しているみたいで、多分まだこの町のどっかにいるはずだ。それで、君たちに聞きたいんだけど、父さんを見ていないだろうか。北野のお父さんってどんな姿なの？目玉だ、目玉。それは私にお任せ。以前、妖怪ネットニュースの記事で特集を組まれていまして、あ、これです。こちらが北野さんのお父様、目玉親父さんでございます。へぇ、目玉？そんなに驚くことか？でもその反応だと、父さんを見かけたことはないみたいだな。うん、見かけてたら忘れられない見た目してるし。ごめんね、キタロウ。でも私たちも探すのを手伝うから。君たちは怪奇案件というやつを調べているんだろう。この町の人たちが困っているなら、そっちを優先すべきだと思う。それは僕の問題だから気にしなくていい。確かに怪奇案件も気になるけど、目の前で困ってる人を放っておくなんてできないよ。そうそう、困ってる人を助ける。それが俺たち妖怪探偵団なんだ。ありがとう。君たちはいい人間なんだな。そう言われると照れるな。目玉親父さん、この公園にいないならどこにいるんだろう。この町で他に2カ所ほど強い反応があったんだ。小学校の近くと賑やかな商店街のようだ。それなら辰巳川崎だと元新町商店街だな。よし、それじゃあその2カ所で捜索開始だ。よし、行くぞ。辰巳川畑来たって言ったね。でもそこって商店街とかすぐパーって飛んでいけるよね。お、お、反応があります。これ違うよ。トーマトーマ、この店に見たことない妖怪がいたぞ。あ、これか。そうだ、見たことない妖怪がいた。見たことない目玉の妖怪、イエイ。目玉の妖怪はこの店で何か探していたみたいだったけど、トーマを呼ぼうと思って目を離した隙にいなくなってた。そうだ、いなくなった。いない。どこにいるかは俺たちもうわからないけど、まだ調べてみる。俺たちこの店で見張っとく。もしかしたらまたあの妖怪来るかもしれないしな。そうだ、俺たちここで見張っとく。見張り、イエイ。見張り、イエイ。さて、この辺りらしいけど、ここは、お、なんか見えたね、今。本マグロ大将。これ、あ、これか。おう、なんだお前たち、俺に何か妖怪？ほうほうほう、なるほどな。目玉の妖怪ね、そういやさっき話したぜ。マグロの目は栄養豊富で目の疲れに行って、俺のことを見るなに行ってきてよ。ちょっと肝がヒヤッとしたが、なかなか面白い妖怪だと思わねえか。その後、どっか行っちまったけど、もうその、あの妖怪もう一遍会いてえな。うん。さあ、目玉の親父さんは、どこに行ったんでしょう。目玉親父さんいなかったね。ああ、でも模型情報は聞けたし、収穫はあったよ。でも反応があった場所は、もう移動した後だったわけだし。目玉親父さんが今も移動しているなら、この町にはもういないかもしれないんじゃ。あの、ちょっといいかな。ちょっといいかな。モグたちや本マグロ大将の目撃情報から目玉親父さんの行き先を推測できると思う。どういうこと？ドクが言ってた。覚えてる？何かを探してるみたいだったって。多分ドラッグストアに売ってるような何かを探してるんじゃないかな。なる
ほど。目薬かもしれない。お、目薬、そうか。そうね。本間グラデーションに行った目の疲れに行って話ね。目玉親父さんが探してる目薬って言ってもどんなのか全くわからないしな。有能不死であるこの私に心当たりがあります。妖魔界で効能がすごいと評判のメガパチクリーンという目薬があるそうです。潤い効果に関しては一差しするだけで10年まばたきしなくてもへっちゃらとか。ただ目玉がチャームポイントの妖怪によって買い占められることが多いそうです。この時代では市場に出回る数が少なく激レアな目薬になってるみたいですよ。もしかして目玉親父さん過去の妖魔界に行ったんじゃない。ほほう、なるほど。それでしたら足取りがつかめないのも納得です。過去のって時代を超えることなんてできるのか。うん、時代を超える不思議な扉があるんだ。まあ俺たちにも原理はよく分かってないんだけど。そんなものがここにはあるのか。それじゃあその妖魔界に行ってみよう。また道案内を頼んだよ。うん、任せて。待って夏目、鬼太郎さんにはここで待ってもらった方が目玉親父さんと行き違わずに済むかもしれない。そうか、もし父さんが妖魔界にいるとしたら行き違いが起こるかもしれないしな。その世界のことも君たちの方が詳しそうだし任せていいかい。うん、任せて。目玉親父さんの手がかり見つけてくる。よし、やっちゃおう。過去の妖魔界の、お、これ、お、目玉の妖怪。メガパチクリーンの販売はこちら。って言ってももう品切れちゃったんだけどね。次の入荷はいつになることやら。え、歩く目玉の妖怪見なかったかですって。いや見てないわね。というか妖魔界にはいないんじゃないかしら。目玉だけの妖怪なんてみんな大騒ぎするもの。誰の目玉だって噂流れるし。そんな残念そうな顔しないでよ。かわいそうになってくるじゃない。もうしょうがないわね。実は店員特権でね、自分用に目薬を取ってあるの。売れ残りってことでキープしてた目薬なんだけどね。最近ずっと店頭販売担当だったから体中がバキバキに凝っちゃってるのよ。もし軽い運動に付き合ってくれたらお礼に目薬を譲ってあげちゃおうかしら。その気になったら声をかけてちょうだいね。なんだ軽い運動ってバトルか。はい、それじゃあ始めましょう。そういうことか、やはり。風味だっけこれね。そうだよね。めっちゃ波動砲。強いな。それそれそれ。フーミンの目薬案外強かったな。ふう、いい汗かいたわ。こんな燃えるバトル久しぶりだわ。あなたって結構強いのね。じゃあこれ楽しいバトルしてくれた、俺の目薬よ。売れ残りメガパチクリーンを手に入れた。目玉の妖怪探し頑張ってね。頑張ろう。んで鬼太郎の元に戻ろう。鬼太郎さん、お待たせしました。ああ無事に戻ってきてくれてよかった。それで父さんの行方分かったかい。え、父さんの目撃情報はなかったけど目薬はもらえたって。すごいな、それ珍しいものなんだろ。さすが妖怪探偵団だ。そうだ、聞き込みの時に商店街であった小さい妖怪が君たちを探していたよ。場所は確か霞台の公園で待ってると言ってたな。ひょっとしたら父さんがそこにいるかもしれない。早速向かってみよう。ほいほい、霞台の公園ね。
お俺たち言っただろ、見つけたら絶対に伝えるって。そうだ、俺たち約束守る。約束イエイ。あ、いた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 、目玉おやじ。父さん、来たぞ。はい。随分探しましたよ、無事でよかったです。心配かけたようじゃな、すまんかったの。でも無事に会えたんだし、北郎さんよかったね。妖怪探偵団のみんなも手伝ってくれてありがとう。この集まりって結局何なんだろう。目力が強そうな妖怪ばっかりだけど、それはの妖怪の間で噂になっている目薬について情報を聞いていたのじゃ。一滴垂らすだけでパチッとクリーンに、ピンとコーンな瞳とさよならグッバイという触れ込みで有名な目薬、メガパチクリーンじゃ。しかしメガパチクリーンは人気の目薬ゆえ入手困難らしくての、いくら探してもどこにも売っとらんかった。これは諦めるしかなさそうじゃ。父さん、来たろう、心配かけてすまんかったの。ゲゲゲの森へ帰るぞい。ちょっと待った、あのメガパチクリーンなら私たちもらってきました。はいどうぞ。売れ残りメガパチクリーンを手渡した。この妖怪が目薬を探してたのね。ふみ、気になってこっそりついてきちゃった。目玉親父さん、目薬はこの妖怪が分けてくれたんです。なんと心の温かい妖怪。なんとこれはこれはメガパチクリーン Z ではないか。ゲゲゲのゲあの幻のメガパチクリーン Z、 ゲゲゲのゲーつってる。メガパチクリーン Z っていや100年に1つしか作らない目薬じゃねえか。こんな高価なものを分けてくれるとはわしは感無量じゃ。もう目薬を刺してから感動しなさいよ。一滴パチッとクリーンな瞳になる。目玉の味さんが光ってる。すげえ、これがメガパチクリーン Z の効果か。そんな目が光る効果なんてあるの。メガパチクリーン Z を刺したことで目が潤いすぎて光り輝いてるんだぜ。そうだ、メガパチクリーン Z の効果だ。メガパチクリーン Z、潤う、目が潤ってる。こんなうるうるな感覚は初めてじゃ。俺たちとは目玉の格が違うぜ。格が違う。選ばれし目玉、イエイ。白目の部分が白玉団子みたいにツルツヤにのプルプルで綺麗。目玉の旦那、眼球仕上がってんぜ。どんな話であ、クリアしました。まあ、結構長かったね、さすがにね。よし、じゃあね、普通にまあ、できるクエストは、まあ、クリアしましたんで、次回キークエストやろう。メダバンボースマッシュ。よし。お、北郎さんいんね。メダバンボースマッシュ。これだ。末、HP が満タンだと腕力容量パックアップ。これを、じゃあ、よし、芯に持たせよう。よし。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。まあ新たな武器手に入れたんで、あとはこの右上のクエストね、次回から進めていけばいいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。